続いて腹筋です、ステップ1を行います、はい、じゃあ寝てくださいはい、ひ、えー、を90度、股関節90度、ひ、えー、肘をついた状態で、えー、お腹をもう決めます、固めます、えー、体幹を強くする、お腹の腹圧を、えー、強くすることによって、要は体の軸の安定をさせます。で このキープをした状態からお腹に意識をした状態からさらに頭と膝をゆっくり近づけていきます。 そこでキープをして今度このキープした状態が小刻みに寄せていきます12345678はい OK ですはいじゃあ足伸ばしてくださいえこの今お腹をお腹を意識した状態で V 字腹筋をいきます要はトレーニングでいう意識性ですねお腹を鍛え,鍛えてますよと意識させた上で V 字腹筋を8回いきますはいいきます1 2 3 4 5 6 7 8はい、OK、ですす、えー、ローープトレーニング、えー、A をいきます、えー、このトレーニングは上腕二頭筋のトレーニング要は引きつけるトレーニングの、えー、エキセントリック伸長性を使ったトレーニングを、えー、行いたいと思います、えー、まず、えー、カール、まあ、引きつけた状態を作りますで 肘を固めまして肘が外に逃げないようにしましてこれを下からパートナーは引いていきますで我慢をしながらゆっくり4つで下ろしていきますでしっかり最後まで伸ばしきって上げますで4つで下ろしていきますこれを8回いきますいきますよはいいきますよ最大の力ではい。 はいはい、はい、2234背中丸めないはいはい3234もうちょっと力入れてはい4234はいはい5234はいはい6234 三、四、はい、七、二、三、四、はい。八、二、三、四、最後。最大の力を出してください。いきますよ。はい。我慢して、背中固め、背中固めて。はい。はい、以上です。